金子のガエルがブランカ戦ができるようになるように鍛える会が開かれておりますが、さあ今のままだと間違いなく A4 に 10-0 をつけられるので、なんとか頑張ってほしいんですが、未だにグッチブランカに負け越すレベルですからね金子。さあこれは2回転ブランカです。さあ A4 カラー、今日さものすごい勢いで画面端に下がっていくが、まあしょうがないのかな。さあその画面端背負って戦ってください。ちょっと間を当てると噛まれると死ぬんでね。さああの2バズーカーで前出たらすぐ戻んないとダメような気がします。あれですね、ソニック打ったときにちょっと前動いちゃうんですね。それでちょっと隙間が空いて、そこで噛まれると後ろに回られて分かんなくなるっていう、ガイル・ブランカがガイルの気を捨てるところだと思いますね。ああ死んだ。おっと運がいい、中足が出ちゃいましたかね。うわー、せめて相打ち取ろう今の出し方はどうなんですかね。あれブランカの着地に裏剣が当たるタイミングぐらいでいいんだよね。ちょっと速くても空中で当たっても OK だし、着地しても着地の攻撃の1フレで当たって OK みたいな、そういうタイミングで出せばいいんじゃないかなっていう気がしますが、さあ体力リードはブランカ、ガエルは取り返したいが、体力も噛まれて死ぬ時だったら前に出てもいいんじゃない守りに体力リードしている時には画面端を背負わないと一発逆転されちゃうんで危ないんですけれども、取り返す必要がある時はもう噛まれてももうそれは実用経費ということで、ちょっとは前に出てもいいんじゃないかな。こういう時ですね、こういう時にちょっと前に出ると死んじゃう。さあしっかり待てるか。さあまだ勝ってる。金子をしっかり待てるかどうかの課題がありますね。さあああいうショーローリングスカシ噛みつきとかも反応できるといいんですよね。ちなみにマヤコンはあれには かなりの高確率でコパンダブルを決めるらしいですね。さああれ暗い空中ヒットの後の形ですね、あれがどうガイル側がどう動くか、そこをガイル側がしっかり決めていれば、さあおっとマヤコンになれなかった。コパンも遅いしダブルでなくて通常のサマーが出た。そうキャンセルしてたよねあれコパン、連キャンダブルコパンでも別に連キャンサマーでいいじゃん、普通にキャンセルサマーよりも時間に余裕があるんだから。
さあ金子が体力をだいぶリード、あとは端っこ行くまでどれだけ取れるか。さあこれで端っこキープで噛まれない、噛まれても安心。おっと今のサマーミスじゃないのかな。ソニックをブランカがリバランでくぐって蹴り返せる場合をしっかり、そこでソニックを打てと小高に言われてたらしいんですけれども、だだ下がりしているように見える。さあこれはガエル体力リードなので、さあ今のは安定ソニー、安定中足ですかね、着地後の中足。ガードはさせられるんですけど、ダメージを取れるわけではないんですが、ジャンプ大パンチで殴られることもない。おっと、さあガエルがこれで今度は取り返しに行かないとダメなんで、ちょっとは前に出る必要がありますね。さあそこで打ってはダメだソニック、難しいですね。打っていいソニックと打ってはダメだソニック、周りによって違うんですけど、ちょっと前が違うだけでいいソニックなのかダメだソニックなのかがギリギリの場合で変わってくるっていうね。さあおっとムエタイの連打、まあ、ムエタイは結構連打遅くても止めやすいみたいですね。龍拳の小足とか結構止まんないですが、さあブランカがリードして端っこ、さあ前へ飛んでいくが、これはさすがにさっとさっきから何回か飛んでいたんでバレてましたね。さあいい、おいしいですね。あれができるとガイル側もダメージが取れる。あっと、まあ勝負に来ましたかね。あのジャンプ大パンに対する答えが欲しいですね。横からしゃがみ中パンチとかで殴れないのかな、龍拳みたいに。さあ暗い様、さあ、ああなるんですね。あそこ何をするのが正解なのか。ダブルサマー出していいよ。まあ見えないですね。出した出したと言ってますが、普通出してたら中足食らうんですよね。ガードしてましたからね。ガードダブルサマーを出してたんですかね。ダブルサマーガードで出すの難しいですよ。フレーム量かなり厳しいんでね。ブランカの動きがすごく参考になる。これ2回転ブランカなんであんまり参考にしない方がいいと思うんですけど、 A4 とかね、中ムーとかね、コモスさんという、ね、世界三大ブランカと呼ばれるブランカがいるので、その辺りを見た方がいいとは思いますが、まああんまりガイル戦の動画が残ってないのかな。さあでも2回転ブランカは、まあ、理屈的にはそんなに悪いことはしないので、そこそこ参考になるかもしれないですね。なるほど、たくさん戦ってるとまあ駆け引きが分かりやすくなる。さあ小足を打っちゃう。さあコアコアダブルできるの、できないの、できる、できると言ってましたが、まあ失敗してましたけどね。あんなの失敗してるようではまだまだですよ。
まあ、壊しレッパー失敗するのはしょうがないですよね。さあグッチに煽られてますよ俺が。さあ大パンで殴ってソニック。さあこの画面端の駆け引きですね、ここ頑張りたい。体力リードはブランカですが、待って勝てるは体力リードではない。ソニックの削りで逆転されるリードだとさすがに、待つのはよろしくないですね。ブランカ側も。さあこれはソニック削り、今のガイルが別に勝ち格があるんじゃないの、ソニック空中ヒットであと2ドットとかってなんかありそうな気がしますけどね。リバーサローリングを潰せる正面飛び、相打ちになる正面飛びで飛んでガードさせてダブルサマーとか、一方負け。しなければ正面飛びでも全然いいと思いますが、さあリフトアップ早らしい。さあ2回転ショーソニックの垂直ジャンプうまいですね。さあそこ、さああれあの形ですね。さあ今のもねブランカ神格、逃げそばとどうなの、あれって絶対入れ替わるんだよね。たがむとスカル、ああ何が正解なんだろう。もう一回前飛びよ。まあいい、そうですね、それですね、あの裏剣をしっかりできれば。さあいいリフトアッパー、ここまでは金子悪くない。ああ食らえない、できず。今のはブランカ側の神格だったような。さあ死ねる、おおいい裏剣。金子の裏剣が、対空裏剣が冴えてきたのか。相打ち、さあ裏剣いいですね。さあ空対空、ここまで悪くない金子、間違ってない。さあ今のはサマーが溜まってたように思いますが、さあ飛んでいいですね。今のリバライン読み、最大でも3段も入るんじゃないの、あれ入んないかな、遠いかな。回転の飛びは結構金子相打ち取れてますね。さあそこですね、あれ何がいいんだろう。体力がいい勝負。さあ今のも裏剣取れるんじゃないかな。おっと大足、今のは大パン出してたんですけどタイミングずれてましたかね。殴れそうな感じでしたが、さあここまで金子いい動き。さあコパン狙い合い悪くないですね。さあこれはおっと、おまあ結構2人ともしっかり暴れてましたね。なんか金子悪くない動きに見えるんですけど、なんでグッチに負けるのかこれで。さああとサマー出しちゃう、あれもう2バズーカで逃げるしかないですね。
さあ2回転の垂直ジャンプが冴えている。ダブル様、そうですね、画面端をしっかり背負っていれば裏に回られないのでダブル様も当たるんですね。あ、いや、ちょっと隙間があると裏に回って落ちちゃってダブルサマーが使ってしまう。ソニック打った時にね、ちょっと前行っちゃうんで、あのちょっと前をしっかり埋めていくのが大事っぽいですね。端っこだともうあれしかないですね、ブランカが。あ、ちょっと待ち神ですね。あれにライル側はしっかり遅らせシャガチューあたりを押せれば、ブランカ側は遅らせシャガチュー読みのダイヤシとかは出さないとダメなので、そうすると最速中足あたり巻きなんですね。金子の対空が冴えている。さあ2回転ブランカがグッチブランカよりもガエル戦がうまくないのか。これはグッチブランカ金子といっぱいやっててグッチが上手くなってる説がありますね。さあこれはきつい。怪しい。まあこれは金子きついですね。もうあんな2回転足回りで何読みかよく分かんないですね。あれが当たっても別に勝てないですよ。2回転のブランカの連動が上がっていって金子が勝てなくなることを期待したいですね。さあここまでは悪くないですね。このリードをガイルが守りきれるかどうか。さあ後ろを使ってダメージを取っていく。まああんな感じになったら大体こんな側が何勝つことが多いですよね。まあここまで金子ペース。さあリフトアップ、クライサマーしっかり。さあ絶対噛まれるんで、あそこですね、何ガイルもう一回前飛びしたらダメなのかな、どうなんだろう。ちょっとあの形で何がいいのかっていうのはよく分かんないですね。正解がなければめくり飛び自体がダメだったりのという結論にもなりかねないんですが、さあ垂直ジャンプそばっと金子の対空が冴えている。なんだろう、クッチ以外には結構いい感じですね。さあ塞いでいる金子、2回転はソニックを垂直ジャンプしようとして自滅する。まあソニックの垂直ジャンプはいらない説もあるんですけれども、
できるとまあブランカちょっと有利に戦えるっていう話だったんですけど、仲間はそんなこと言ってましたけど、別にソニック垂直ジャンプしなくても結構ブランカ勝ってたんで、そんな頑張るとこはそこではない気がしないでもない。でも結構うまいですね、2回転ガエルのソニック垂直ジャンプするの。さあバーチカルじゃねえや、なんだブランカのブッシュバスターですかね、あれでちょっと暗い判定がちっちゃくなるのね。あーっと怪しい、相打ち。さあ、あの裏剣からの次のソニックに前ジャンプ大パンっていうよく見る形ですね。金子結構対空慣れてきたのか。お、いい、大事。さあどうだ、ムエタイ連打。さすがにちょっと遅かった気がするよね。さあ2回転のブランカの連動はなかなか上がってこないのか、温まってない感じですね。金子の対空にいい感じでやられてますね。ここまでは金子結構8割ぐらい勝ってんじゃないのかな。2回転が吠える、羽子の対空をなかなか潰せないですね。ブランカ側の飛んだ後の技の選択肢がちょっと間違ってる感じなんですかね。なんかグッチの飛びはかなり羽子の対空を潰すんですけど、2回転の飛びはあ、三段入ってくる。さあ最後中足は手堅いですね。しゃがみ大パンというか立ち台キックが一番あの場合だと判定的には入れやすいんじゃないかな。キャラによって結構違うんですよね。ブランカの三段ってキャラ源とかがいっぱいあるので、メインキャラじゃないと覚えるのが結構大変だったりしますね。さあガエルが取り返しに行く必要がある。さあブランカバーチカルをしっかり、あれガエル小キック出してれば潰せるんじゃないの。低めで当てようとするからダメなんじゃない。そう、そうなのかな。飛び越して後ろの判定を当てる感じなのかな、あのバーチカルに勝つっていうのは。確かブランカは立ってガードしても威力は一緒なんじゃないのかな。大中小で違うだけで。金子画面の我慢の時、あ、コパンが押せない。コパンが押せた。
さあ耐えきれなかったですね金子。画面端で待ち切るのが難しいんですかね。そんなことはないと思うんですけど。金子対空間違えなかった。対空間違えてないのか、ブランカが出す技を間違えてるのかよくわかんないですね。これあのジャンプ大キックめちゃめちゃ強いと思うんですけど2回転が大キックこれかみたいな感じで使ってますねおっと空中、あれはショーパンチなのかな。ショーパンと大キックを使い分ける感じなのか。さすがに金子を連敗しているブランカに、さあこんなことでは A4 戦に、さあ待ち切れるか金子。さあそれ噛まれると死ぬよ。あれにコパンを押したいですね。さまあさすがに、さあ金子は麻薬になれるのか。さあ前飛んで、さあショーパンで飛んでましたけど、ショーパンがいいのかな。ショーキックではダメなのかな。どうなんだろう。コパンの方がブランカの中盤とかの対空しようとした時に潰しやすいんですけれども、リバランしてきてた時の期待値的にはあまり良くない。さあここでガエル後ろちょっとあるよ。さあ前へ出てしまう。それは死にます。さあ我慢できないですね金子。なんか押したくなるんですかねやっぱり。三段金子のスタブは死を呼ぶスタブですね今の。まあ今のリバランに裏剣を当てたかったですね。あれにコパンダブルを入れてください。あれにコパンダブルを入れると麻薬になれます。さあ二度とローリングスカシ髪をしたくなくなると言われる。さあなぜスタブを置く。あのスタブ危ないと思うんだけど、さっきのあれからかなりやられてるんだけど。まあブランカの前歩きに対して置きスタブは有効なんですが、さあ死ぬ。歩いてなかったらダイヤシをもらって一発逆転があるんでね。
まあ、剣の一文字に似てますね。剣の一文字もブランカが前に歩いていると、さあ今のは画面端だとめくりにならないはず。しっかり背負っていればめくりにならないので、超引き付けダブルサマーとかで落ちるんじゃないの、違うのかな、よくわかんない、どうなんだろう。お、怪しい、中足をバク転で受けた立ち台キック。さあゼロドットまあまあ飛びたくなりますよね。さあ死んだ、遅らせ中足とかな、遅らせ中足って言うけど一発目は重ね失敗し中足ですよね、それが当たってしまう。この体力リードを守ることができるか、金子ワイル。大キックが落ちない。怪しい。相打ち。リフトアッパーを大キックに出すのを怖がってますね、金子。さあ、前飛んだが、やってねえよと言いながら前飛んで。さあ、垂直ソバット。別にやってよかったですね、今の前飛び。結果オーライ。さあ、ジャンプ大ティックは落ちない。落ちない。さあ、ガイル取り返す必要がある。おっと、あのソニックをリバランするのを読んで前飛びからの3段とか決めたらかっこいいですよ。ムテティ君になれますよ。死んでるさあ今の2回飛びでよかったんじゃないのか、金子だと。あれね、2回目の飛びがね、落ちない、ガードされた後の。さあ垂直ソバット逃げ、ソバットサンマー溜まってたっぽいが、さあここまで金子完璧。あっと中足、裏剣ではなくて、おっと死ぬよ。あれね、ガイルね、もうちょっと深めで飛んでチューチューローリングで4段で死ぬんですよね。体力リードはブランカだが、さあ2回転大キックを使って、大キックを金子が結構落とし困ってますが、さああれショーパンチですよね全部大キックだけど結局勝ってる、ね、もう1回トルネーディー出したよ、あのトルネーディーショーパンチに負けるんだよね確か。2回転も結構手探りな感じですかね、飛んで何を出すのか。
さあ垂直が難しい。垂直しなくていいと思うんだけど、ガードレーンじゃないの、垂直いる。まあやると楽になるのは分かるんだけど、なんかコモスさんとか全然垂直しないけど勝ってるからね。昔の中村派も全然垂直していなかったけど、大体勝ってて、垂直するようになったらもっと勝つようになったっていうぐらいの話なので。さあ、おっとボタンを押すタイミングですね。スローもかかってるから難しい感じではありますが、垂直ジャンプ。さあ今の前ダンプ2回でいいんじゃないのかね、コメクリの後って。なんかそんなに悪い形ではない感じ。ブランカーがローリング出しても多分あれ正直に潰れるんじゃないかな。さあ大ティックは、あの大ティックでリフトアッパーの頭を頂点を蹴ってる図を非常によく見ます。噛んで、これはまあそうなりますね。あれよく見る形ですね。垂直、垂直そばライルの垂直対空。おっと怪しい、ソニックは出ないかね。こうソニック、ソニック、あれももうなんか何もできないのかな。グッチさんに交代、2回転が音を上げました。飛びがグッチと2回転違うだけっぽいですね。基本的に立ち回り方はあんま変わんないんで、飛びだけですね。さあグッチがやるのか、ガイルも死んじゃいましたけど。さあ金子キラー、グッチブランカ現る。さあグッチブランカは金子戦はかなりうまい。さあ電撃だそうや、2回転なかったですね。おっとしっかりサマー引きつけて、おっといい裏剣、あれかっこいいですよね。さあもう一回やるかと思ったがもう一回やらなかった。さあ1ドット、これはさすがにブランカ厳しいか。おーっと噛んで裏に回れない。ちょっと画面から離れすぎてましたね、端っこは。垂直ソバットと IH、 おーうまい。さあ連撃死ぬか、おっと
な。そう、金子がいい取り返した。おっと、今のはいいダメージの取り方をしたのか。端っこでしっかり固めて、グッチブランカを。さあ髪を確定されてしまう。さあ連撃、いい。おっと、普通のサマー。まあまあ勝ち確ではあるけど、ダブルサマーを出してほしかったな。グッチの電撃がうまいんですかね、これ。ここまでは金子いい感じ。前捨てと小ローリングと2つあって、ちょっとタイミングが違うんで、両対応なかなか難しいんですよね。まあこれ隙間があったんで裏に回れると思いましたが、まああれね、でもね、中ムーとかね、A4 にあるとバックスで受けられるんでね。あのサマーあんまり実は良くない。まで金子いい感じ。しかし台足から、さあ金使われる。さあ、先ほど2回転は小ローリング紙を使って、グッチは前ステップ紙を使うので反応できてないですね、金子。さあ0、1ドット。さあなんか、あ、貫通した。連打が遅い。ステップの方が小ローリングよりは硬直が大きいんですけれども、さあここまでは金子いい感じ。さあ飛んで、いいソバットなのか。まあうっ、さあ、ムエタイティック。あれ、上から行きゃいいんじゃないのかなっていう気もしますが、間に合わないですかね。あの、ムエタイを見て、すぐ飛んでも、ソニック、サマーすぐ貯めれば間に合うのかな、ためが。反応次第のような気がしますが。さあ、あの、大パンチやね、立ち大パンチに、ライル側が何か技を、今何出してもらえたかね、こう大パン、違う、あの前飛びの後の大パンがあれなの。大パン負けるんだ。おっと、漏れた。うまい、うまいっすね。しかし繋がってなかったが、ツーヒットだったが。
なんだそれ。さあ金子は取り返したいが逃げていく。何さっきから2バズーカばっかり出して、何なの、何ミスで2バズーカが出るの。サマーなの。サマーが溜まってるのにイエスマットで落とす。グッチしっかりヒット確認。さあ金子これどうやって取り返すか。さああるよ。さああそこはね、止められた後絶対ローリング来るんで、もうグイッターひたすら連打するしかないんじゃない。コパンとかでも止まるんじゃない。まあ、髪はちょっと必要経費ですね、電撃食らった後。さあ取り返したい金子、しかし取り返す方法があるのか。これ噛まれる。さあまたグランドシェーブ。あの距離貫通するね、やっぱり無理だね、あれ無敵じゃないのあれ。もっと遠いとね、大体潰せるんですけど、あれだけ近いともうサマー出すしかないんだよ、むしろ。スカルかな？ダブルサマー。さあ、しっかり上から飛んでいく。アリバラン痛い。さあ無えたい。必死の無えたい。あれ上行ったらどうするんですかね。リフトアッパー間に合うの。噛まれて、左足が刺さる、そして噛まれる。グッチ流れるような連携、そして電撃。うまいなグッチ。ちょっと相打ち取れない。ちょっと今のスイッチは多分ブランカメインの人だったら中盤かなんかで相打ち一方勝ち取るのかな、どうなんだろう。さあ金子は結構取り返している。相打ち、これは金子頑張りましたね。しかしリバランを食らう、電撃を食らう。グッチの電撃すごい出すとこ多いですね。相打ち、相打ち。さあピヨってしっかり投げて、さあ金子3連敗でなんとか。てか喉が痛くなったので、もう実況はもうこの辺でしときましょうか。誰も見てなさそうだし。ありますね、金子市場配信。ちょっとこれ以上喋ると喉が痛くなりますんで、すいませんが黙って見てください。
you
Cyclone! 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 Cyclone!